平野紫仕様の声が突如高くなる。外国の炭酸飲料による変化にスタジオがざわつく。キングプリンスへのメンバーである平野仕様が衝撃の体験をした。彼がペルーで飲まれている炭酸飲料をガブ飲みした結果、彼の体に異変が起きたのだという。この驚きの出来事は最新のテレビ番組、キングプリンスル。 日本テレビ系で放送されスタジオは一気にざわついた。この番組では日本に住む外国人がどのような朝食を食べているのかを調査するため、平野潮と岸優太が外国人家族の朝食に密着した。今回はペルーの人々がどのような朝食を食べているのかを探るため、平野と岸はペルーのスーパーマーケットを訪れた。そのスーパーマーケットで 平野たちはペルーで飲まれているという黄色い色のコーラ、インカコーラを発見した。このインカコーラはペルーのシトリマ建設400年を記念して作られた特別なドリンクだという。騎士はインカコーラを飲んで甘いはかなり、と驚きの表情を見せた。一方、平野も普通のコーラとは違う、と驚きながらインカコーラを飲み始めた。 騎士によれば、インカコーラの味は、パッキンアイスの溶けた炭酸みたいな感じ、だという。平野は騎士の表現に納得しながらも、ガブ飲みする姿を見て騎士は苦笑いしながら、ちゃんとガブガブ言ってるね。もちろん美味しいけどさ、なんかちょっとあるじゃん。と話した。すると、平野がインカコーラを飲み干した後、 彼の声が突如としてヘリウムガスを吸ったかのように高くなったと驚きの事態が発生した。騎士は平野の突然の変化に慌てる様子を見せず、変わっちゃうんですよ、時々、と冷静に語った。一方、平野も、たまにあるんですよ、と平然と話し、キングプリンスへの中では結構日常的な出来事、と明かした。 しかし、スタジオでは、この現象に対して、何これ疑問符どういうこと疑問符という声が上がり、出演者たちは困惑した表情を浮かべた。そして、声が変わるっていうのはあるあるなんですかふざけてるわけではないよねと尋ねる声も聞かれた。平野は笑みを浮かべながら、本当にふざけているわけじゃないですよ。と否定した。 このエピソードは一瞬で話題になり、平野の体験に興味津々の人々が続出した。彼の体が外国の炭酸飲料によって変化するという珍しい現象は多くの人々の関心を引くこととなった。また、このエピソードを通じて番組は外国人の朝食についても深く探求し、視聴者に新たな知識と興味深い情報を提供した。 平野と騎士の冒険は、こと文化の魅力を伝える素晴らしい旅となった。平野の声が突如として高くなるという現象は、彼の個性的な魅力を一層引き立てた。彼の笑顔と明るいキャラクターは、多くのファンに愛されている。今回の出来事によって、彼の人間味と自然体な姿勢がさらに浮き彫りにされ、ますます多くの人々が彼に魅了されることだろう。 この驚きのエピソードは、ヒラの仕様のファンだけでなく、多くの人々の興味を引くこと間違いなしである。彼の個性的な体験や明るいキャラクターは、幅広い層の読者に響き、話題をさらに盛り上げることだろう。ヒラの仕様の新たな一面を垣間見ることができた今回のエピソードは、彼のファンにとっても喜ばしい出来事である。彼の魅力はますます広まり、 彼の活動に対する期待も高まっていくことだろう。このような驚きと魅力に満ちたエピソードを通じて、平野市用のファンはもちろんのこと、彼に興味を持っていなかった人々にも彼の魅力が伝わることでしょう。彼の個性的な体験や明るいキャラクターは、人々に勇気や元気を与え、彼らの日常を明るく照らす存在となるでしょう。 このエピソードは、ヒラの仕様がどれだけ自然体であり、人々を笑顔にする力を持っているかを証明しています。彼の率直な反応やポジティブな姿勢は、彼が持つ魅力の一部であり、多くの人々を引き付ける要素となっています。ヒラの仕様の体験は一時的なものかもしれませんが、その一瞬の異変が彼の個性を一層輝かせました。 彼の魅力は増し、ますます多くの人々が彼の活動や彼自身に注目することでしょう。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。平野市用の魅力に触れ、彼の活動や人間性についてもっと知りたい方々にとって、これからの展開がますます楽しみとなることでしょう。彼の明るい未来に期待を寄せながら、 彼の活躍を見守りましょう。